ラグジュアリーな感じですね。ラグジュアリーですね。39秒で何ができるだろうね、これね。いただきますよ、じゃあ。いただきますよ。頑張りまして。頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございました。もうなんか、あの前こんな感じだったんですよ、私。皆さんこんにちは。本日もフェラットさんが行く。ぶつかっちゃったな。お願いします。逆だったんだよね。大丈夫？こっちにしましたよ。合ってる。はい。よし、じゃあ座ろう。はい、よいしょ。あー、溝の口に帰ってきた感じだね。はい。なんか落ち着きますね。うん、落ち着くね。今日はね。はい。あちらです。ゴッソさんに来ておりますよ。はい。そうね、インスタでですね。逆にオファーをいただきました、うん、ありがたいですね、はい、ということでね、結構ね、はい、なんかのこうテレビでもね、あの出たりとかするようなね、うんうんうん、お店さんなんですよ。私もなんか昔来たことあります。あ、本当に、うんうん、友達と、うん、武蔵小杉にも店舗があるのかな。ありますね、ここね。はい、うん、そんなお店なので、もう中入ってお腹も空いたので、はい、食べちゃいましょう。よろしくお願いします。お願いします。酒屋敷大須溝の口店です。当店では、鶏と野菜と、デザートコーヒーだったりスパークリングのお店でして、あの鶏がまず賞味期限40秒と39秒の焼き鳥がございます。と石焼きポテトサラダだったり美味しいものもいっぱいあるんですけど、ドリンクがこんな感じで全11カ国、20種類のスパークリングワインもございます。ボトルで結構お手軽に楽しめるので、はい、ぜひ飲んでみてください。と食後にコーヒーお出しできたりだとか、デザートがあの全部290円に最近変更になったのでめちゃめちゃお得です。で、お通しのサラダも、おかわり自由なんでいっぱい食べてください。ご興味ございましたらぜひご来店ください。ちょっとおしゃれですもんね。ありがとうございます。ね、なんかもう都内っぽいっていう、ね、かんないですけど。そうですね、ちょっとラグジュアリーな感じで、うん、ね、うん、ラグジュアリーな感じです。ラグジュアリーな感じですよ。そうここは焼き鳥専門なんですか。焼き鳥専門というか、鶏と野菜と、はい、まあ、スパークリングだったりコーヒーのお店っていう感じですね、うん、おしゃれね。おしゃれ。ちょっと女子会とかね、デートで使えそうですね。そういうの使えそうね、うん、僕男子だからね、なかなか女子会にはちょっと参加したいですね。参加したいもんですけど。そうなんですよ。で、この店舗は店の口ですけど、何年目ぐらいなんですか。とか開業してからは、10年目です、ね、あ、10年目、はい、長いですね。そうですね、今年でちょうど10年とかです、うん、賞味期限39秒だって。39秒で何ができるだよね、これね。本当ですね、うん、これすごいね、39秒で食べてください。余熱で固まってきちゃって美味しくなくなってきちゃいます、はいはい、ホルモンか。ホルモンというか、鶏のまあ肝の部分を豚の網脂で巻いてるもので、はい、おー、美味しそうだね。めちゃめちゃ美味しいですよ。これサラダおかわり自由だって、うん、嬉しいですね、うん、もうさ、ねえねえ、このさ上にグレープフルーツのってんのがさ、もうおしゃれじゃないこれが。あ、カメラマンさんから乾杯を要求する。乾杯されましたね。兄さん今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。なっちゃんもお疲れ様でした。ありがとうございました。あー、美味しいね。夜こう来ていただけるじゃないですか。全くお酒が飲めないっていう。そう、すいませんね、本当にまさかのね、これ事件ですよ。事件ですね、本当に。いや、でもしかしさ、ちょっと店内おしゃれね、ここ。おしゃれですよね、うん、このやっぱ今見てもそうだけど、ね、こう女性同士、うん、女子会されてる方ね、そういうのが多いね。多いですね、うん、やっぱおっさんはさ、居酒屋なのよ。居酒屋でこういう、なんていうの、ラグジュアリーな、ラグジュアリーな、ちょっとこういうバル、こんなのね。バル。あー、これ絶対美味しい、絶対美味しいじゃないこれ。
うん、ちょっと周りにくっついて焦げる感じ、うんうんうん、たまらないね。お願いします。いただきます。大丈夫、うん、いいですか、うん、お願いします。どう早いね。早かった早かった。今とろっとろとろっとろ。ポテサラじゃないです。ポテサラじゃない、うん、じゃあ何なんだろうからのとろ厚。とろ厚とろ厚熱いってこと。それ味関係ないじゃん全然。熱いはクリーミーですね。クリーミーね、うん、クリーミーマミのね。あーもう美味しいよこれ。美味しいですよね。うん美味しい。和風だし効いてるし、さっき彼が言ったことが分かるわ、うんうん、多分これ以上入れちゃうとしつこいよ、うん、もうなんかおかず、おかずでもいい。おかずだねこれほんとね、うん、まあおかずでしょ。あ、ご飯のってこと、うん、うん、いけそう。あったかいからね、余計そのおかず感は出るよね、うん、グラタン食べてるみたいなね。あ、私そう、それを言いたいです、うん、それを、うん、じゃあ言うよ先に。飲んでなかったんです。飲んで後から言うの、そのいやこれ言っとくけど、後から言った人勝つからね。来ましたよ。鳴り終わるまで見て見て見て、もう29秒。いただきますよ。じゃあいただきますよ。ジンさん撮りながらですけど、これはもう39秒ですので、はい、よーい、はい、はい、あうまい。ふわ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 、ジューシー。うん、バイ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 。うん、すごいねこれ。ほんとジューシーでふわふわだこれ。うん、40秒の串焼きって言ったか。うん、スパークリングワインをオーダーしたいんですけど、はい、なんかお姉さんのおすすめがありますか。私が一番好きなのが、うん、この19番の青いボトルでしか出せないものなんですけれども、すごく青くって、はい、中身が本当に青くてめちゃめちゃ綺麗なんですよ。あらお兄さん、これ男性2人しか飲めないですけど、その青くて黄色のやつでもいいですか。はい、もちろんです。ありがとうございます。じゃあそれをいただきますか、はい、サラダのおかわりをいただいてもいいですか。かしこまりました。ちなみにあれですか、はい、ここで働き始めて3週間ですか。3週間です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどの男性の方が3週間ですって言われたので、はい、新人さんだということだったので3週間じゃないかなと思いまして。8週間で新人です、はい、頑張りますね。頑張ってくださいね。ありがとうございます。なっちゃん、初々しいね。初々しい。 私もそういう時があったんですよね。あったでしょ、ね、本当にありましたよ。なんだろうな、ハキハキしてる感じとさ、 ね、なんかもうありがとうございますもっと可愛いですよ。ありがとうございます、うん、もういけない。え、嘘でしょ。いやほら想像してみて、その20代前半、22、はい、なっちゃん、はい、初めての仕事、ね、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。いや、違うんじゃない今の。違う。じゃあ、僕がお客さんやるよ。はい、どうもすみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうなんか、前こんな感じだったんですよ、私。どうぞ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。言ってもらってもいいですか。はい、言いますね。いいですか。もう初々しさたっぷりで。わかりました。いいですか。すいません、なんかサラダ持ってきていただいてありがとうございます。ありがとうございます。あら。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。わーお。すみません。ちょっともう私にはできないんですけど。ありがとうございましたじゃないんだよ、初々しさは。ありがとうございましたここでしょ。すごい。そこじゃない今の多分ルイスだって、うん、ありがとうございました。多分ね、彼女普通でした。でもそのひどい。違う。来たワインほら、うん、お二人飲まないと、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ほら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 、ここでしょ。あの自然なウフフって出ます。そう、ありがとうございますのウフフがやっぱりウフフしたらなのかなっていう話を今させていただいたんですよ。本当ですか、嬉しい。聞いてみます、姉さんのありがとうございました。
ほらほらほらすごい見てこれジンさんこれ青いんですよ青さがすごいんだけどほら大丈夫これあこっち僕ね今までね過去ねお酒ずっと飲んできたんですけど青いお酒にいい思い出がない、うんうん、若い子好きわかるかな若い子好き、ね、うん、これはねまあ、おじさんたちにはもうちょっとドライでいいね、うんうん、ちょっとね、甘いのよ甘いんだ、うん、でも多分これ女性とかは好き、うん、あと甘いのと青いじゃない、うん、こういうの好きだよね映えるで映えですね、ほら映えだよね、これねただね、青いお酒にね、いい思い出ないんだなそんな嫌な思い出がいや、なんかさ昔さ青いテキーラをさあとは多分慣れてないからこそなのからだ ね, ねそうですよね、うん、やっぱいいねああいうの若いパワーとかさ、うん、だってありがとうございましただけでこんなに楽しいんだよはい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 あれはうまいねーこれこれはほんとねさっきのね40秒も39秒もしたけどジューシーさたまらない、うん、これが確かに固まっちゃうと考えればお味は全然違うと思う、うんうんうん、ごちそうさまでしたごちそうさまでしたね美味しかったね美味しかったね、うん40秒と39秒の串はぜひ食べてくださいむちゃくちゃ美味しいあと石焼きポテトサラダ、うん、石焼きポテトサラダはむちゃくちゃ作るのが上手な若手の男子がいるのでねねっ来ましたね、はい、かわいいぜひ買いに頼んでいただければ元料理人らしいので、うん、ごそさんぜひ皆さん遊びに来てください来てくださいということでねじゃあ帰ろうか帰りましょうか、うん、すいませんありがとうございまーす皆さん本日もフラットさんが行くご視聴ありがとうございますいいな面白かったなと思う方ぜひぜひ高評価そしてこちらのボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたしますおい若い子だろちゃんとチャンネル登録してんのかこの野郎また来週も見てくれよな